今日のセカンドチャンネル、今日話すこの動画の内容は俺の個人的な話だ。見たくなかったら閉じてもいい。明日のセカ、明日、いや次のセカンドチャンネルぐらいで期待しといてくれ。昔の話だ。俺には可愛い弟とあんま可愛くない妹がいた。過去の話だ。しかし今東京に引っ越してきて一人で住んでる。そしておそらく家の方には妹もいるのかな、弟もいるのかもしれない。こうやって見るとなんだろうな、な兄弟の仲がいいっていいなと思ってさ、兄弟の仲がいいって本当に羨ましいと思う。うん、周りの話を聞いててさ、結局なんかその兄弟の仲がいいのが一番いいみたいな話をしてて、待てよ、あ、ダメだね、妹とはもうここ数年話してない、弟はまあ弟は最近ちょくちょく来るね。でもね、自分では分かんなかった。でも冷静に考えてみるとさ、やっぱりこう兄弟ってさ、結構長い期間、長い年数同じ家に住むわけじゃない。で、俺はさ、こんな感じなのね。冷静に考えてみたんだ。あ、俺うざいなと。いや、確かにうざいかもしんない。うん。昔うざいうざい言われてたんだけど、その理由が分かった気がする。こんなんだからね、俺はうざいんだと。もうね、うざいお兄ちゃんはね、ぽいですよ。ポイ捨てお兄ちゃんだよ。以上、今日のセカンドチャンネル。